はい、こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第852回をやっていきたいと思います。今回は均衡国民所得の2ということですね。で、均衡国民所得って何ですかっていうと、総需要イコール総供給、ね、国全体を見た時に、ね、例えば日本なら日本全体を見た時に、ね、どれだけのものが全体として、ね、必要とされているのか、でも国全体で必要とされている総量、総需要イコール総供給ですね、企業から供給される、量ですね、となるような国民所得っていうのは一体いくらなのかっていうのを、均衡国民所得というふうに言うんですね。固定派は、ね、企業の方が、ね、供給の方が需要を決めるというふうな考え方でしたけど、ケインズの場合は逆なんですよね。需要の方が供給を決めると。供給の方、供給都合でやると、供給都合でやると、結局売れ残っちゃいますよと、ね、いうことなんですよね。だから不景気っていうのはなかなか解消されないというふうに考えてるわけです。だから需要の方が、ね、決まって、需要の方に合わせて供給が調整されていくべきだっていうのが、まあ、ケインズの考え方なんですよね。だから固定派とケインズの場合は、その先が違うんですよね。固定派の場合は供給が決まって、それに対して需要が決まっていくっていう考え方ですけど、ケインズの場合は逆に需要があって供給が決まっていくと。もし供給の方が先だった場合は、結局売れ残りっていうのがなかなか解消しないという、ね、ことになると。不景気がなかなか、ね、状況が良くなっていかないというふうに考えるのが、まあ、ケインズということになります。なので、まあ、総需要イコール総供給となるような国民所得っていうのを、まあ、求めていきましょうということですね。一体いくらが、ね、国民所得になるのかということです。はい、で、総需要というのは国民所得に対してどれだけ需要がありますかということですね。総供給は国全体の生産額であり、すなわち国内総生産に等しいということですね。はい、そうしたときに縦軸に総需要と総供給、横軸に国民所得っていうのを取ったときに、まあ、原点があって、総供給の場合はもう国内総生産、ね、国内総生産イコール国民所得ですから、国内総生産イコール国民所得なので、もう原点から、ね、結局45度の線になるということですね。で、総需要の場合は、ね、結局あの前回やりましたけど、総需要の場合は需要イコール消費プラス投資プラス政府支出、まあ、プラス、輸出プラス輸入ですけど、まあ、今回はその輸出輸入っていうのを、取って、ね、貿易を考えない閉鎖経済で考えた場合は、まあ、こういうふうな形になるということですよね。で、これを変形 したということになりますよね。まあ、ちょっと、もう一回やると、例えば需要っていうのは、消費プラス投資プラス政府支出ですね。で、この消費っていうのは、こうですね、っていうことをやりました。税を考慮するならば、これに、これから、税を、引くということですよね、っていうのをやりました、ね、ということで、こう前回やったのがこのグラフですよね。切片が、C0 プラス、これが切片ですね。これが、Y 切片ですね。切片が、独立消費足す企業の投資プラス政府支出マイナス課税税に対しての限界消費成功をかけたものを引くということですね。で、この部分が切片で、傾きは C と、ね、国民所得に対して傾き C の一次関数になるということですよね。で、この総需要イコール総供給として交わったところが均衡国民所得というふうになるということですよね。で、均衡国民所得は総需要イコール総供給ですと、ね、すなわち、この図で言うならば D イコール S となるような、国民所得を求めましょうということです。 D イコール S ですね。で、 S っていうのはもう国民所得と同じですから、ね、S っていうのは国民所得と同じですと、ね、で、 D っていうのは、まあ、結局これですよね。 D っていうのは、CY プラス C0 プラス I プラス G マイナス CT です。それをそのまま書いてるものですね。 CY プラス C0 プラス I プラス G マイナス CT ですね。で、これとこれが、これの左辺とこれの右辺が等しくなるということです。そうすると、まあ、例えばこの、ね、経
結局最終的にこの国民所得、ね、でしかもその国民所得の中でも均衡する均衡するところの国民所得を求めたいわけですから Y は Y でまとめるわけですね。 Y は Y でまとめる。だからこの CY っていうのを、こっちの右辺の方に移行して Y は Y でまとめるということですよね。はい、そして Y でくくると 1-CY ということになります、ね。左辺の方はその残りがずっと来てるわけですね。でそれを、ね、結局ここまで来た部分をここまで来た部分を左辺と右辺をもうそのまま丸ごと何もしないでただ入れ替えると 1-C カッコ Y イコール独立消費足す企業の設備投資足す政府支出マイナス CT 税に限界消費成功をかけたものを引くということになりますよね。そしたらこの Y の前の 1-C というのが邪魔ですから両辺をカッコ 1-C で割ると、で左辺も 1-C で割り右辺も 1-C で割るということですよね。そうすると Y イコール 1-C 分の C0 プラス I プラス G-CT ということです。でこれが結局国民主、均衡国民所得ということになるということですね。で均衡国民所得をもし、ね、数式で表すならば、ね、1-C 分の C0 プラス I プラス G-CT と 1- 限界消費成功分の独立消費プラス企業の設備投資プラス政府支出マイナス限界消費成功に税をかけたものを引くということですね。でこれで国民均衡国民所得を表すことができたということになります。まあ、均衡国民所得をもし数式で表すならばこの式で表すことができるということですね。はい、今回の動画はですね、あなたのお役に立ったということであればぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。